天ぷら、柿の葉の天ぷら揚げ上がりましたね。最初やったのさ、ちょっと長くやりすぎたのかな、色がちょっと焦げちゃったんだけども、その後さっとやったらね、ほら鮮やかな色になったでしょね。柿の葉っぱの天ぷら、みんなね、結構柿の葉っぱ食べれるか食べれないかって知らないんだけどもね、ほんと美味しいんだよこれさ。これも何年ぶりだろう。うん、なんで例えればいいんだろうな、爽やかな春の香りっていうかまあタラの芽よりもはアクは少ないし、コシアブラともまた違う、山菜とも違う、また味わいなんだよね。なんかお茶っ葉、お茶っ葉の天ぷら食ったことないんだけども、ああいった感じのお茶のような香りっていうか、上品なね、香り高い味がするのね。うん、意外とみんな知らないんだけどさ、で柿の葉っぱね、これが柿の葉っぱよね。山菜みたいじゃん、ほら前動画にしたコシアブラとかハリギリとかに似て、コシアブラかな、ツヤツヤしてる感じがね似てるんだけども、美味しいのさ。これがちょうどこのくらい出始めの頃ね、10センチも伸びてないぐらいの時、これが美味しいのよ本当に。お茶の香りっていうのかな、なんて表現すればいいんだろう。多分お茶の葉っぱをね、出始め多分天ぷらにするとこんな感じなのかなっていう感じの味わいで、柿の葉っぱの天ぷら本当に美味しいです。まあ、ほら、もともと柿の葉寿司とかあるぐらいだから、柿の葉っぱっていうのは別にね、毒があるわけでもなく、まあ実際俺食って何回も食って食べてるから大丈夫だね。味は保証します。ちょっと焦げが進んじゃったやつ。うん、やっぱりね、焦げ進むとちょっとね、こうやって火が通り過ぎて茶色くなってると香りが損なわれる。だからさっとね、揚げてほしい、このくらいの色ね。うん、やっぱり香りがいい。あの本当に衣は薄めに、緩めに作って、薄めにさっと揚げて食べてほしいなと思います。で、柿をね、植えておけばさ、柿ってさ、まあ俺やってるから分かるんだけれども、特に肥料あげないで剪定をしっかりやって、枝がこみらない程度に剪定して、樹形がね、上に伸びるんじゃなくて芯止めて、下の方に行くように樹形整えてあげとけば、特に肥料あげなくても、肥料あげてないし、農薬もかけてないんだけれども、ちゃんと実も取れるから、秋は実が取れて、春は葉っぱが食べれてってさ、ね、一本あれば結構楽しめる樹木なんで、果樹なんで、おすすめです。庭に置いといてね。ね、柿は本当に、本当の本当にさ、よく自然農法とか自然栽培とかやってる人の話で言えばさ、庭に生えてる、植えてある柿の木は、ね、まあ剪定してなくても、ね、剪定しなくてもなるし、農薬も化学肥料もあげなくても、ね、牛糞堆肥とかもあげなくても実がなると。俺もね、だいたい800個から1200個ぐらい、去年1200個になったんだよ。1本しかないんだけどもね。びっくりしてた。なりすぎだと思って、今年いっぱい切ったんだけど、冬にね。うん。あまり実つけるなと。うん。ね、やったんだけども、そのくらい結構栽培も簡単なんで、楽なんで、1本植えてみるのいいと思います。で、春は、まあさっき喋ったけども、こうやって天ぷらにして食べて、葉っぱをね、新芽をちょっともらって食べて、食べすぎると、実にならなくなるし、ね、木が枯れるかもしれないから、適度にやってほしいんだけど、山菜と同じだよね。木をある程度守るためにちょこっとだけもらって、食べて、秋は実をいただいてっていう感じで、やるのにすごくおすすめなんで、手入れも簡単だし、ね。ただ、ね、桃栗3年、柿8年っていうぐらい、実がつくまで結構時間かかるから、そこはネックかなって思うけれども、やっぱ楽しいし美味しいしね、この柿の葉っぱの天ぷらっていうものね、まあ本当に青森が今旬だってなれば、南の方はまあ来年食ってくださいって感じなんだけれども、ね、こういう風に柿の葉っぱも食べれるんだっていうことを覚えておけば、その近くに住んでる人、近くに柿なってる人、家があったらちょっと分けてよ、美味しいからこれさってて、で喋ってさ、なんかおすそ分けすればいいと思うから、調理してね、ね、みんな結構知らないから、やってみてほしいなと思います。柿の葉っぱの天ぷらね、このくらいのさ、小さい時に食べれば美味しく食べれるんで、ぜひ
そういう機会に恵まれたらやってみてほしいなと思います。もう少し早くてもいいし、まあ、大体このくらいでも食べれたんで、やってみてほしいなと思います。